はい、です。今回ですけども、今回の動画は修復公認証会の動画になっております。というね、まあ今ちょっと外にいるんですけども、まあ、普通に気分で外にいます。はい、ただ単に気分で外にいるということで、こちらの動画ね、当日撮影、当日編集になっていて、まあ、結構ね、過密なスケジュールになってるんですけども、まあね、頑張っていきましょうよということで、で、今回ね、修復公認証会ということで、まあいつも通りね、修復を買ってきたんで、まあね、紹介するんですけども、まあ今回ね、僕が最近ハマってる買い物の仕方というか、まあね、僕のことをね、前から見てくれてる方はわかると思うんですけども、まあそういうアイテムをね、今回買ってきたんで、まあね、前回ぐらいの公認証会は確かね、今シーズンのものというか、今普通に新作というかさ、そういうので出てるものを買って紹介したと思うんだけど、今回はそういうのじゃなくて前のねブランドのモデルのシリーズの公認証会になってるんでね、ぜひ最後までご視聴お願いしますということで、今昼ぐらいなんですけど、この動画をね今日上げなきゃいけないということで、ちょっとねまあ頑張っていこうということで、ちょっとねまあ最近ね自分の中で反省点とかもあり、いろいろねちょっと思うこともあるんで、まあそういうところもねこの後話そうかなと思うんですけど、まあそんな感じで、じゃあ今回はね修復公認証会の一日やっていきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、というね、今ね、ちょっとね、普段の場でさ、僕さ、セブンのさ、コーヒーというかさ、まあそういうカフェラテだっけ飲んだやんか。で、あれってさ、俺さ、ローソンのやつにハマってるって、ローソンの方が好きだって言ったじゃん。で、そのローソンがね、今近くにあるんで、ちょっと買ってこようかなと思うんだけど、みんなにちょっと紹介するわ。どういう飲み物かっていうの、めちゃくちゃうまいから、みんなも飲んでみてほしいんだけど、確実に言えるのは、セブンよりは絶対にうまいです。カフェラテ同士じゃないんだけど、まあそういうね、カフェラテ系の飲み物ってあるじゃんか、コンビニに。まあその中だったら、ダントツで一番うまいみたいな感じなんで、まあみんなねちょっと飲んでみてください。ということで、じゃあちょっとね今からローソン向かうんですけど、まあね家の近くにローソンがあるんで、やっぱね朝にそのジムの前にさコーヒーをさ僕飲んでるじゃん。まあその毎日コーヒー飲むかって言われるとそうではないんだけど、でも朝にそういう飲み物を飲むっていう習慣がついて、なんかねコーヒー中毒というかさ、悪い意味ではないんだけど、まあいい意味でそのなんていうのコーヒーを飲む習慣になってるというか、まあコーヒーって別に体に悪くはないからいいとは思うんだけど、まあ悪いって思う人もいると思うんだけど、僕は基本的に悪いとは思ってないんで別にいいんだけど、今回のものはコーヒーではないんで、カフェラテ系の飲み物なんで、それはねちょっと体に悪いかもしれないんだけど、まあちょっとみんなに紹介したいんで今から紹介するんですけど、とりあえず今からローソンで買ってくるんで、また買ってきたら動画回したいと思います。はい、ということで今買ってきました。まあね普通に在庫というか売り切れてはなかったんですけど、いやさコンビニのさカフェラテ系とかでさいっぱい並んでんじゃん、売り切れてるところ見たことなくね、なんか今思ったけど、ちょっとね今ポンって思ったことなんですけど、まあ別にどうでもいいんですけど、こちらキャラメルラテ、僕がローソンでこのこういう系のシリーズでハマってるのがキャラメルラテとハニーラテ。別に毎日飲んでるわけではないんですけど、ハマってるって言ってもその何好きだなっていうやつね、めっちゃ毎日飲んでるっていうそういう意味のハマってるじゃなくて、まあ飲むならこれでしょっていうそういうね飲み物はキャラメルラテ、これかハニーラテを飲みます。まあ飲むとしたらね、まあでも基本的にジムの前は、まあ、プロテインかアイスコーヒー、運動前にそういうねアイスコーヒー飲むとなんかいいらしいんで、まあこれを飲んでますということで、まあこれはねちょっとね今回動画で紹介したかったから飲むんだけど、じゃあ飲みますか。いただきます。うまっ、さすがだわ、さすがのうまさ、びっくら仰天、さすがのうまさすぎる。でね今ねこのね僕の家の近くの公園の芝生ど真ん中にいるんですけど、よくここでサッカーしてたわ、中学校とか高校の頃毎日ねしてたわ、中学校の放課後とか仲良かったクラスのメンツで集まって、懐かしいな。芝生めっちゃ綺麗だよ、見てわかる、こういう感じの芝生なんだけど、めっちゃ蹴りやすいんですよここサッカーが、やばいっすよマジで。また久しぶりにサッカーしてえな、ここでみんなと。マジでさ成人式最近やってさ、ほんまにさ友達と会いたくなってきてる、マジで。もっともっと刺激入れたい俺に、マジで友達っていうもっとやる気出るからさ、まあ常にね僕はね通常がやる気がめちゃくちゃ高いんで、まあそのねもっともっとなんていうの殿堂入りみたいな、ポケモンでいう殿堂入りみたいな感じでやる気もっともっとアップさせたいなって今思ってて、まあ常に高いからまあ別にいいんですけど、でもねちょっとここで皆様にちょっと反省点が僕ありまして、しょうがないで済ませれないんですけど、これはちょっとね最近ね投稿時間に間に合わないっていうことがちょっと多々ありまして、皆さんもね気づいてるとは思うんですけども、投稿時間に間に合わない、1時間遅れとか30分遅れとか、でもまあ投稿時間に間に合うことはあるんですけども、まあたまにね投稿時間に遅れてしまうっていうことがありますね。だからちょっとそこはね、まあ僕も毎日日本投稿してスケジュールが過密っていうところはまあぶっちゃけあるんですけども、まあでもそれは自分で決めたことだから言い訳にはできないですから、ここはちょっとねしっかり自分の心に受け止めて反省点としてちょっとこれからねしっかり投稿時間に間に合うように頑張っていきますということで、皆さんね本当にそこはちょっとすいませんでした。せっかくさみんなさ18時と21時に僕はね動画上げてるようにしてるんですけど、その時間に生活のさやんなきゃいけないことを終わらせてその時間に待機してくれてんのに、じゃあ今日はちょっと1時間遅れですよとかそうなっちゃったらさ、みんなにも申し訳ないと思うんで、そこはしっかりちょっとやる気がねめちゃくちゃあるんですけども、何ですか、まあそこがちょっと自分の弱さでもありみたいな、まあそういうねちゃんと心に受け止めて、悪いところはしっかり受け止めて、ちょっとこれからしっかり反省して投稿時間に間に合わせれるような投稿が続けれるように、1日2日3日とかそれだけじゃなくてちゃんと継続してる
できるように、日本投稿はね結構継続できてると思うんですけど、まあ継続できてると思うんですけどっていうか、僕がやりたいんで日本投稿やってるんですけど、でもね投稿時間に間に合わなかったらさ、やっぱりそのせっかく日本投稿継続できてるのにそこがちょっとダメだったら100点満点ではないと思うんで、しっかり100点満点目指せるように、投稿時間もねしっかり守れるようにちょっとこれからね頑張っていこうと思うんで、ちょっとねすいません、そこだけはちょっとこの動画でね言いたかったかなって思ってて、まあだからねこれからねしっかり投稿時間間に合わせるように頑張ります。なんで皆さんね、そういうところもさ見届けてもらえたらなって思います。あ、こいつ成長したなとか、こいつしっかり治ってんなってちょっと思ってもらえるように頑張りたいと思うんでね。じゃあちょっとこれねキャラメルラテ今から僕飲んで、また家に帰って夫婦公認紹介の続きやっていこうと思うんでね。とりあえずまあこのね飲み物はちょっと紹介したかったなと思って、あとこのね反省点もしっかり伝えておきたかったなと思ったんで、ここでねお話しさせてもらったんですけども、じゃあ今から夫婦公認紹介続きやっていこうと思うんで、今からね家帰りたいと思います。あとねみんなもねぜひこれキャラメルラテ飲んでみてください。ということで、じゃあ家帰ります。はい、というね、今から購入紹介していこうと思うんですけども、これね、先言っときます。ちょっとね、オープニングでね、伝え忘れちゃったんですけど、この購入品は、この前、こちらの動画で渋谷にね、お買い物するっていうね、動画をね、出したと思うんですよ。で、その動画ね、その時の恒例紹介をしたんですよね。買い物に行く時の。で、その渋谷に行った買い物の、これは購入品紹介です。渋谷にね、お買い物行ってるところ、動画撮ったんだけど、消えました、素材が。ちょっとすいません、そこは伝えし忘れちゃったんですけど、だから、ちょっとね、その時のお買い物をした購入品ということで、ちょっとね、皆様ね、ちょっとそこはね、ご理解お願いします。ということで、じゃあね、今から紹介していくんですけども、はい、この袋ね、皆さん、見覚えあるでしょ。これはカインドールっていうね、そのブランド古着のお店で買ってきたんですけども、はい、まあ多分ねカインドールでの買い物は結構ね最近僕いっぱいしてるんで、まあねこの袋は見覚えあると思うんですけど、じゃあね今からねちょっと購入紹介していこうと思います。ということでね、今回僕が買ったアイテムはこちらです。黒のフーディーです。でこれはどこのブランドかっていうと、もうねちょっと見えてるんですけど、マルジェラです。 MM6 マルジェラ、はい、ということでこれ買いました。これね多分ね皆さん見覚えあるんじゃないでしょうか、このデザイン。こちらの動画でね僕ね買いましたね。色違いっていうか、まあ別にこれは本当の色違いではないです。だけど似てるような感じの色違い僕持ってますね。茶色のちょっとグラデーションっぽいやつも、あれの色違いではないんですけど、色違いっぽいアイテムをね買ってきました。このねブラックのパーカーで、これはね前にも後ろにもねこうやってデザインがあってすごい可愛いんですけど、でねさっき紹介した動画でその色違いっぽいやつは後ろにはデザインなくて、そうこれはね黒のシンプルに使えそうなね、まあねマルジェラのねそのカレンダーのねデザイン、いいっすね。これめちゃくちゃ可愛くない？普通にいい感じのオーバーサイズ感で、状態もめちゃくちゃこれね良くて素晴らしいんですけども、はい、試着してねしっかりもうこれはもう完璧だったんで買いました。でこれはちょっとね生地が少し薄めで、なんかねちょっと涼しいぐらいかなっていう時にこれ1枚羽織ればもうぴったりぐらいなんで、まあそういう時にも使えるし、まあ中でねインナーとしても着れるかなって思います。可愛いでしょこれ。いやー好きなんですよねこういうねパーカー。確か値段がこちらです。はい、というね、じゃあこれが今回ね僕が買ったアイテムということで、じゃあ一回ね試着したいと思います。はい、というね着てみたらこんな感じです。はい、どうでしょうか、よくない？このフードのシルエットよね、フードのシルエット完璧ってこんな感じなんですけど、よくない？シンプルにね、まあちょっとね全体はね実家でね撮影するときはちょっと全体は見せれないんですけども、まあね今度コーデ紹介とかするときに、まあ、見せたいなと思うんですけども、で後ろこんな感じ。はい、ということで、すごい可愛いです。もう完璧です。もう僕が求めてたパーカーです。最近ね、パーカー僕めっちゃ買ってると思うんですけども、実はね、もっと買ってますということで、またね、購入紹介出ると思うんですけども、パーカーブームを僕は作ります。はい、チェックシャツにね、フードが付いてるやつあるじゃないですか。あれもね、まあ一種のパーカーだと思うんですけど、ああいう感じのアイテムもね、僕は広めていきたいと思います。皆さんでね、広めていきましょう。ということでね、はい、こんな感じで、まあいい感じのオーバーサイズなんですよね。この袖ら辺も。で、身幅もね、結構うまく広くて、丈もね、いい感じで、膝よりちょっと上ぐらいな感じで、僕がね、好きなね、このサイズ感で、めちゃくちゃ可愛いですよね。ここもね最高です、まあ、いろんなアイテムに合わせれますね。これは黒なんで。ということでね、今回ね僕がね買ったアイテムこちらということで、まあ、冬服購入紹介ですけども、冬服以外にもね使えちゃうアイテムですということで、まあ、春なんかねもうめちゃくちゃ持ってこいじゃないですか。こういう生地感はちょっと伝わりにくいと思うんですけど、まあね生地感とか知りたい場合は僕にね街中で会った時に、その時にもしこれを着てたら聞いてみてください。池袋とかそこら辺で歩いてます。それかこの地元ら辺で歩いてるんで、はい、まあそんな感じで、ということでね、じゃあこれが買ったアイテムということで、じゃあ、ね、購入紹介をしたいと思います。はい、で、今回の動画は、冬購入紹介の一日ということで、実はね、これは渋谷のね、さっきね、言った通り、こちらの場でね、渋谷にお買い物しに行くんで、その時のコーデをね、紹介しますって言って、でね、その時に渋谷にお買い物する、その一日もね、動画にすると思うんでってね、言ったと思うんですけど、その動画にね、撮ってたんですけど、ちょっと素材が消えてしまって、その時に買った購入品なんですけども、こちらは。だからちょっとね、そこはご了承くださいということなんですけども、まあ、そのね、購入紹介はこちらでしたということで、まあ、渋谷のね、カインドール。渋谷はね、カインドール2つぐらいあるんですけども、まあ、原宿にもあるし、みたいな感じで、結構ねカインドールめちゃくちゃおすすめです。はい、昔のねブランドのアイテムがめちゃくちゃ取り揃えてて、今じゃねもう絶対に買えない、在庫なんて当たり前にね今のお店だったら絶対にストックはないんで、そういうねアイテムがねめちゃくちゃあるんで、もう本当にね買った時の気分はマジで最高潮ですよ。だってさ今じゃ絶対買えないんだよ。しかも買えたとしても在庫なんて一つ二つぐらいしかないんだよ。だってもしかしたらこれでラストかもしんないですね、今売ってるやつだったら。まめちゃくちゃ前のこのモデルがね発売されてた時期は在庫あると思うんですけど、その時じゃなくて今だったら在庫はねもうこれしかないみたいな感じだから、そういう
ういうね、もうこれしかないアイテムを変えたみたいな気分で変えれるんでね、僕はねそれに今ハマってるんで、すごいねブランドの昔のアイテムなんで値段もねそれなりにするとは思うんですけども、皆さんねぜひまあそういう買い物の仕方もいいと思うんでね、なんか今シーズンのものを買った気分とはちょっと違う感じを味わえれるんで、はい、僕はねその今シーズンのものも買うし、こういったねブランドの昔のモデルのアイテムも買うしみたいな感じで、いろんなねどっちの気分も味わえるんで、すごい最高の買い物をしてますよということでね、皆さんもねやってみてください。ではね、じゃあね今回のねこの冬服購入紹介の1日分ね終わりにしようかなと思うんで、全体とかはねコーデとかはねまた今度ねコーデ紹介とかいろんな動画でねやっていくんで、まあぜひねその時にね楽しみにしてくださいということで、じゃあね今回の動画これで終わりにしようかなと思います。この間もたらこれからチャンネル登録してインスタ TikTok Twitter のチャンネルのフォローお願いします。それではね、バイバイ。